考えたら、分かるはずだ。誰ですか？お互い。お互い、そうですよ。そうですよ。どうでしょう。うん、最低、ね、1日いくらかかる、っていうのは分かるはず。それから計算してったら、そうですね。それだけ価格に対して、ね、敏感であれば、計算ぐらいはできるはず。まあ、できますね。小学生でも計算ぐらい。まあそうですよね。自分のあれですからね、生活ですからね。自分がもしやったんであればと、自分の給料を稼ぐとしたら、どれくらいもらうのかな、もらわなきゃいけないのかなっていう計算したら、最低価格ぐらいとか出てくるわけ。そうですね。材料価格なんてのは、ね、ネットでいくらでも調べるわけ。そうですね。それプラスあれでしょ。ね。1日の一等中か。そうですね。ちょっとそれは職人さん寄りの話ですね。だし、いや管理会社としてもっていう。もうそうだし。そうですよね。注文のし、彼にしてもそうですよ。俺で言いたいのは。ちょっとあと1分で、ここ、とりあえず動画切れますんで、でちょっと、まあ、またですね、に行きたいです。あ、ちょっと待ってください。いいですよ。ちょっと、ちょっと、今の話はこの辺で、また続きますんで、よろしくお願いいたします。